皆様お疲れ様です。パーソナリティのさつきです。皆さんは久米国武という歴史上の人物をご存知ですか？おそらく多くの方にとっては初めて耳にした名前だろうと思います。実はこの人物、岩倉具視率いる岩倉使節団の重要メンバー。明治維新の真っただ中に欧米諸国を歴訪した記録を彼がまとめ上げたのです。彼が編纂した見聞記の考察が外国人の間で話題に。彼の鋭い観察眼によって当時の欧米が丸裸にされており、非常に興味深いというのです。というわけで、今回のテーマは久米国武が編纂した見聞録、米欧回覧実記。そこに書かれていた内容について詳しくご紹介いたしましょう。米欧回覧実記。岩倉使節団の在外見聞の公式報告書である米欧回覧実記、正式名称は特命全権大使米欧回覧実記と言います。岩倉使節団は特命全権大使である岩倉具視を筆頭に、明治新政府首脳と随員を含めた総勢46名で構成。明治維新さなかの1871年12月23日から1873年9月13日まで約1年9ヶ月をかけて、欧米の条約締結国12カ国を歴訪しました。使節団は欧米先進国の実態をじっくりと見聞。それによって明治政府の日本近代化の基本構造が出来上がったと言っても過言ではありません。使節団の見聞は広く国民に知らせるべきだと当初から考えていた岩倉。彼は歴史学者だった久米国武を使節団書記官、いわば随行記者として参加させました。その要望に応えた久米は日々見聞を記録。帰国後、各省の理事官報告書も閲覧しながら視察見聞記である米欧回覧実記を制作しました。刊行されたのは1878年、明治11年。途中で回覧を中止したスペイン、ポルトガル両国の略記なども含んだ全100巻5編5冊で構成されました。原書は漢字カタカナ混じりの日記体、微分帳。実録的客観的記述のほかに、久米の意見や見方も付け加えられています。同時に添えられているのが全部で300ほどの銅版画。物珍しい外国の風景をビジュアルで伝える工夫もなされていました。久米国武の記録が海外で話題に。海外のネット上で久米国武の見聞録の英語版が紹介され話題になっていました。アメリカを訪れた際の記録では、黒人の扱いやキリスト教についても言及。紹介されていた内容を翻訳して簡単にまとめましたので、まずはご覧ください。カリフォルニアに到着。船が近づいて霧が晴れると、ゴールデンゲートの山並みが見えてきました。ここは日本を離れてから初めて見た陸地。言葉では表せないほどの喜びでした。ホテルの客室にあったのはスプリング付きの柔らかいベッドやレースのカーテンなど。西洋諸国のホテルはどこも同じような様相なので、細かく記す必要はないでしょう。東洋の人々は富にも無頓着、商業を重要な関心事とみなしていません。一方、西洋の人々は社交的に活動するのを好む様子。小さな町にさえ公共の庭園が存在するのです。豊からワイオミングにかけて広がるのは広大な荒野。途中には先住民の家も点在していました。アメリカの人口は日本と同じくらい。
しかし土地は何十倍も大きく、今でも開拓が進んでいます。それを考えると日本の農民は怠け者に思えてしまうのです。またワシントン DC では我々使節団に対して大きな花束が贈られました。それからアメリカの方は緩いです。外国からの訪問者であっても門番に妨げられることなく、簡単にホワイトハウスを見学することができました。そしてアメリカ人はヨーロッパの兵士に守られた宮殿に対して古風で非民主主義的な慣習だと冷笑していましたよ。アメリカでは内戦の果てに黒人が他のアメリカ人と同様の自由を獲得。とはいえ白人と黒人は未だに分離されており、その差は透き通った水と泥水のように明らかでした。しかし10年20年ほど経てば才能ある黒人が活躍し、怠け者の白人が挫折することも考えられるでしょう。次は郵便局へと赴きました。日本への荷物を届ける手続きをしてもらったんです。日本人が西洋と聞くと遠い銀河のように感じられますよね。ですが西洋の商人にとっては世界は一つの都市のようなものなのです。それからアメリカ人の慣習で最も不可解だったのが、男性が女性に仕えるということ。夫が妻の荷物を持ったり乗り降りを手伝ったりしますし、少しでも妻の不機嫌を感じたら愛を示して謝ります。日本のこの親に対する態度もこのようなものに改善できるといいですね。ニューヨークでは聖書教会を訪れました。アメリカ人全員が聖書を持っているわけではありませんが、彼らにとって聖書は酸素のようなもの。外国人に対しては常に宗教のことを質問してきます。信仰を持たない者は未開の地の異教徒であり、法律を守らないと考えられがちなのです。聖書には十字架にかけられた罪人の驚くような物語が登場。この男の像はあちこちにあり、まるで墓の横を通り過ぎるような感覚になりました。これは奇妙な慣習ではないでしょうか。しかし西洋人はキリスト教を信じない東洋人を奇妙に思っています。西洋人は神を崇めることに誠実。それが元となって努力してお互いに協力します。東洋の信仰と比較してどちらの方が奥深いとは言えないですが、西洋人の誠実な観光と比べると恥を感じざるを得ません。またアメリカ人は外国人を家族や友人のように扱ってくれます。都市だけでなく周辺の町も楽しませてくれましたし、出発の際にはお見送りのごちそうを振る舞ってくれました。今回の旅を通して分かったのが、アメリカは国全体がヨーロッパの文化を取り入れながらも自立した精神を持っているということ。すでに富裕な商人や大企業が支配し尽くしてしまったヨーロッパの土地において、独立したいという思いに駆られた人々がアメリカのリーダーとなり、発展と成功を導いてきたのです。続いてヨーロッパを視察した際の記録もご紹介。ヨーロッパ人の特徴に関する考察が興味深かったので、こちらも簡単に翻訳した内容をご覧ください。まずはロンドン。イギリスの国土は日本によく似ています。そのためイギリス人は日本のことを東洋のイギリスと呼ぶそうです。ですが経済力は比較になりません。イギリスは五大陸に領土を広めて、日が沈まない大陸だと自慢しているのですから。そういえばかつてのスペイン人も同じことを言っていましたね。またイギリス人はアメリカ人から批判されています。彼らはインドからレモンの汁を最後の一滴まで絞り取るように搾取しているそうです。そして彼らは休むことがありません。スペイン人がシエスタ、昼休憩をするだけで一日中寝ているというほどです。おそらくイギリスには
最も貧困がはびこっているのでしょう。バッキンガム宮殿も拝見。宮殿内は豪華な代物や絵で埋め尽くされていました。ロンドンタワーの上階は宝石や装飾品を収蔵。キングチャールズ2世に贈られた鎧もありました。日本刀もありましたが、定休品でしたね。大英博物館も見学しました。客分は一見にしかず。知識が受け継がれており、博物館にかなうものはないと思いました。フランスはイギリスと距離的には近い国。しかし言語も料理の味もイギリスとは全然違いました。地形よりも伝統が国境を分かつことが示されていますね。チョコレート工場を見学。製造はフランスで行うものの、原材料は輸入しているようです。植民地にこだわるのはその方が安いからなんですね。スコットランド兵の衣装は変わっていました。健康に悪そうでも着るのは習慣だから。ヨーロッパ人女性の胸より上が素っ裸なのも、イヤリングや細長いウエスト、細長い靴なども全てが習慣なのです。日本が唯一交易をしているオランダは300年の間に小国になっていました。日本の人口はオランダの約10倍。それなのに日本人の髪色や骨格が全員同じであることに驚かれました。日本では欧州の大国として知られるプロシア、北東ヨーロッパの歴史的地名、ドイツ帝国の中核となった王国はお酒の消費量が最も多い国。人々は劇場でもビールを飲んでいました。ビスマルク皇太子からはプロシアの成り立ちについて聞きましたが、日本が独立政府を保つにはドイツと仲良くするのが一番でしょう。ロシアで普通の生活をしているのは貴族だけ。一般人は奴隷のような生活をしていました。東洋人は欲をかきませんが、西洋人は強欲。支配者は重税を課し、自分たちを裕福にしていました。だから民衆は自由を叫んでいます。東洋人とはまるで反対です。ヨーロッパで一番劣っているのがロシア。しかしロシアは自国を世界一にしようと侵略を続けています。これが日本がロシアをより恐れる理由なのです。ですが、イギリスとフランスだって植民地を広げています。ドイツだって国力を持ったら侵略しないとも限りません。それからローマについて。昔のロンドンやパリには野蛮人が住んでいました。しかし、ローマ帝国の拡大によって自発的に自分たちを改めたそうです。そんなローマに行ってみましたが、ストリートはゴミや不老者だらけ。この大敗ぶりはすごいと思いました。どうやらヨーロッパの文明には限界が存在するようです。一箇所が繁栄すると他が衰退するのでしょう。ヨーロッパの国々はどこも強みと欠点を兼ね備えていました。そしてどの国も日本との貿易を望んでいます。ヨーロッパ人の頭にあるのはお金のことだけなのです。以上が見聞録の内容になります。これらの内容に対して外国人ネットユーザーからは数多くのコメントが寄せられていましたので、その一部をご紹介いたしましょう。海外の反応。150年も前から欧米は日本に見破られていたのか。日本人の洞察力はすごいね。成功者の黒人やキリスト教に対する反応がいいね。これは外国人の視点を教えてくれる素晴らしいストーリーだね。おお、最も客観的な過去と現在のヨーロッパ人の考察だ。同時期に日本を訪れたアメリカの施設か何かの記録も知りたくなるね。この時代の日本人が旅行を詳細で客観的に記録できるほどの教養を持っていたことに驚いたよ。本当に正確だね。日本はかなり有能な人間を派遣したと思うよ。
いかがでしたでしょうか。当時の様子が手に取るように伝わってくる詳細な記録に驚きましたよね。米欧回覧実記は歴訪した国の順に記述、各国ごとに総論を設けて地理、気候、歴史、人種、言語、文化、政治、宗教、教育、経済などについて詳述されています。さらに製鉄所や武器製造所などの各種工場に関しては原材料から製造工程まで詳細に記述、それゆえこの見聞録は百科事典のようだとも言われているんですよ。同時期に日本を訪れた外国人の記録、同時期に日本を訪れた外国人の記録として有名なのが、イギリスの女性旅行家であるイザベラ・バードが記した日本奥地紀行。制約が多い中、彼女は日本に滞在した7ヶ月間で4500キロ以上を旅しました。その目的は当時の日本を記録すること、そしてキリスト教普及の可能性を探ることでした。彼女が記したのは1878年明治11年6月から9月にかけての東京から北海道蝦夷地までの旅行の記録。明治維新当時の日本の地方の住居、服装、風俗、自然を細かく書き留めており、外国人の視点を通して近代以前の日本の情勢を知ることができる貴重な資料となっています。またアイヌに関する記述も豊富。アイヌの生活ぶりや風俗についてはまだアイヌ文化の研究が本格化する前の明治時代初期の状況をつまびらかに紹介したほぼ唯一の文献となっています。初版は1880年に2巻本として出版。その後版を重ね、関西旅行の記述などを省略した1885年版が出版されました。自然豊かな日本の田舎を愛したバード、彼女が残した言葉をいくつかご紹介いたしましょう。私はそれから奥地や蝦夷を1200マイル1920キロメートルにわたって旅をしたが、全く安全でしかも心配もなかった。世界中で日本ほど婦人が危険にも不作法な目にも合わず全く安全に旅行できる国はないと信じている。日本人は不思議と美しさや可愛らしさを見極める目と、それを愛する心を持ってきたように思われる。日本では太陽が照ると森に覆われた山、庭園のような野は天国と化してしまう。600マイルも旅をしてきたが、日の光を浴びて美しくならないような土地はほとんどなかった。日光鬼怒川付近から眺める山々の景色に昔の神々の伝説が残っているのを感じ、新潟からの峠越えでたどり着いた山形米沢盆地では、ここは東洋のアルカディア、桃源郷だと感動した彼女。日本の田舎の風景は絵のように美しいと感じたそうです。こうした彼女の著作を読むと再認識できるのは、私たち日本人が見過ごしがちな田舎の素晴らしさ。なんだか田舎へ旅に出てみたくなりますね。まとめ。岩倉使節団の主な目的は、近代国家に生まれ変わった日本のお披露目、不平等条約改正の打診、そして欧米諸国の視察でしたが、その評価は当時も現在も大きく分かれています。政府首脳がこぞって海外に外遊したことで、欧米諸国の制度や文物については知ることができました。しかし一方で国内政治が停滞し、明治6年の政変や士族反乱の原因となったとも評されており、功罪相半ばする結果だったと言えるでしょう。とはいえ
この時の経験が日本の近代化に大きく貢献したことは間違いなく、岩倉使節団は日本が欧米列強に追いつくために必要なものだったのではないでしょうか。そして歴史の記録を詳細にまとめ上げ、後世まで伝えたのが久米邦武。彼の存在が明治時代以降の日本近代化に大きな影響を与えたといえそうです。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。